大丈夫ですね。おはようございます。ハレリア、アメン。ハレリア、今日は10月10日ですね。10月10日、まあ本当に、昔はですね、10月10日が体育の日だったんですね、体育の日、まあ、運動会やるような日だったんですけど、今は体育の日じゃなくなっちゃったんですね。スポーツの日、スポーツの日っていうのがある。今年はね、おはようございます。おはようございます。今年オリンピックがあったので、スポーツの日がですね、明日11日はスポーツの日だったんですけど、皆さん明日は祝日じゃなくなったんですね。7月に、移動したので、去年もそうでしたけど、今年もですね、スポーツの日がなくてですね、明日は平日ですね。ですから、チャースクールも明日あります。チャースクールも明日あります、ね、はい。皆さん、コロナがだいぶ、その感染者数が減ってきて、皆さんちょっとほっとしているのではないかと思います。ですから、私たちはですね、このアフターコロナと言いましょうか、コロナ、まあ、第6波が来るかどうか分かりません。6波7波が来るかどうか分かりませんけど、まあ、とにかくアフターコロナで今、コロナが収束していることを喜びましょう、ね、私たちはずっと祈ってきました。コロナの収束祈ってきましたね。で、実際に今収束してます。ですから感謝しようではないでしょうかね。コロナ収束の感謝の礼拝と言ってもいいかもしれませんね。そして今アフターコロナで、次のステップを私たちは考えなければなりません。アメリカとかですね、あとどこだったんでしょうかね、インフレというのがありますね。インフレーション、まあ、物価が上がるということですけど、今アメリカではインフレが起きていると聞いています。そしてそのインフレというのはですね、はい、おはようございます。インフレというのは、まあ、物価が上がってですね、結局、まあ、コロナでですね、まあ、いろいろ産業がですね、こう活動しにくかったわけですね。産業がこうコロナの影響で工場が閉鎖になったりしてたわけです。だからコロナがこう終わってですね、すぐにこれから、まあ、活動しようという時ですね、まあ、物価が上がる、つまり品物が少ないということですね。After corona, a new problem occurred, that is inflation. Do you know inflation? Yes. Yeah, yeah. で、ガソリンなんかもね、こう上がってるようですね。まあ、私バイクですからね、あまりガソリン上がっても大したことないんですね。Gasoline price is increasing. Do you know? I use a motorbike, then I don't care about the price of gasoline. 、でも、まあ、車乗ってる人はちょっと頭が痛いかもしれませんね。The people who use cars have a headache of the increase of gasoline price. まあ、とにかくですね、私たちは、リバイバルに向かっているし、再生に向かっているのです。Then we are going to go to revival and his second coming。私たちは今ですね、前に進んでいるんです、ね。We are going forward。ですから、クリスチャンはですね、この世のリーダーですね。Christians are leaders of the world.
それは世の光、地の塩と、イエス様が言われました。Jesus said, You are the light of the world and the salt of the earth. つまり、私たちは、ですね、この世のリーダーなんですね。We are leaders of the world. アメン。アメン。世の中は認めないですよ。世の中は認めないけど、神様がそう言ってるんですね。The worldDoesn't recognize that, but the God recognizes us. アメン。ですから私たちは弱いし、私たちは、いろいろなその弱さがあったとしても、神が助けてくれるのでリーダーなんですね。We are weak, but God will help us. Then we can be、leaders. アメン。ですから兄弟姉妹の皆さん。この終わりの時代に生かされていることを喜びましょう。Let's rejoice because we are living in the end time. なぜかというと、私たちは素晴らしい働きを期待されているんです。Because we are expected、to live、in a, so, なんて言ったかな、big opportunity.Having a big opportunity in the end time. アメン。アメン。兄弟姉妹の皆さん、私たちの礼拝はですね、とても大事なんです。Brothers and sisters in the Lord, our worshiping is very, very important. なぜかというと、この礼拝によってですね、悪魔に打ち勝ち。この礼拝によって神の国が前進するからですね。By our worship.We can overcome Satan and we can go forward. Amen. Amen. ですから礼拝は私たちは、習慣であってはいけません、ね礼拝はですね、生きた神様との、交わりです、ね Worship is not, should not be custom.Worship should be the fellowship with God. Amen. ですから心から、十字架に向かって感謝し、心から主を崇めて、心から主を喜びましょう。ね、Let's rejoice from the bottom of heart.And let's give thanks to the Lord of his death. Let's give, yes, let's worship with joy. Amen. Amen. Amen.
の声あげよ主よ
されれる主の愛が今あなたを包む嘆き悲しみ逃がされる傷ついた主の愛の手が Hallelujah! Scream!
コロナでですね、社会がものすごく変わりました。By corona issue, this world changed so much. 何が変わったかというと、What changed? まあ、仕事はですね、テレワークが増えましたね。
The business got telework、会社で仕事をしている人たちが家で仕事するようになりましたね。People worked, became to work at home instead of at the company.学校もテレワークがなりました。テレワークというかテレスタディですね。スクールチェンジオルソ、教会もですね同じで変わりましたね。チャーチスチェンジオルソ、まだですね、まあ、コロナだいぶ収束しましたけど、まだ多くの教会はオンラインでやってますね。 Now コロナis going to end, but many churches is having online service now. まあこれはですね、今まで勝ってない、その教会の歴史なんですね。This is the first time to experience、in church history. ですから教会は、まあ、戸惑っていると思いますね。 Then churches is wondering、まあ牧師も戸惑っているかもしれませんね。Many pastors are wondering 、でも一体これは何でしょうか。 What is this?これはですね、やはり終わりの時の神様の、されていることだと考えますね。This is what God is doing to the world. 神様は、この終わりの時に、すごいことをしようとしているわけですね。God is doing so great thing in the end time.で最終的には、救いと裁きですね。God's purpose is to salvation and judgment、救いと裁き、これが神様の、終わりの時の目的なんです。 Two purposeof the end time of God is to salvation and judgment。 そして、今日の御言葉は怖いですよ。 Today's scripture is awful。 第一ペテロ 4-17 First Peter 4-17 第一ペテロ 4-17。なぜなら裁きが神の家から始まる時が来ているからです。裁きがまず私たちから始まるのとしたら、神の福音に従わない人たちの終わりはどうなることでしょう。 Please read in English. First Peter 4:17 For the time is come that judgmentBegin at the house of God, and if it first begin at us, what shall the end be of them that obey not the gospel of God? まあ教会は知っています。教会は知っています。裁きが、神の家から始まるということですね。神の家ってのは教会のことですよね。だから言い換えたら。裁きは教会から始まる。つまりこの世を裁く前にまず教会を裁くっていうんですよね。House of God is churches. God will judge from churches. Wow! Wow! Do you know that? 知ってましたか?だって教会は救われるんじゃないですか。 Many Christians say Why?
God judge church first because God will save churches でしょ。救われるはずの教会がなぜ最初に裁かれるんでしょう。 Church why churches will be judged first、うん、これはですね、神様はですね、もちろん教会を救います。 God will save church。 でも神様はですね、ふるいにかけるんですね。ふるい、まあ、いつも忘れちゃう。セパレーション。God will separate the true church and false church ですね。本当の教会とちょっと本物じゃない教会、本物じゃないっていう教会とちょっと語弊がありますけど、その、教会をふるいにかける、つまり本物と偽物を分けるということですね。God will separate false church and true church。で、それをまあ裁きと考えましょう。This is judgment of church。つまり教会がまず裁かれるというのは、この世を裁く前にまず教会を裁いて、真の教会を世の中に見せるためではないかと私は思うんですね。I think that the God wanna show true church to the world。 だから本当の教会を見せたいのに偽物の教会を見せたくないでしょ、ね、God doesn't wanna show false church to the world。 この終わりの時代は神の栄光も表されるべきですね。The end time, God wanna show His glory, His holiness. Amen? Amen. どうやって表すんですか？教会を通して表すんですね。God wanna show His glory through church. ですから、まず教会を裁いて、そして本当の教会を見せたいのですね。Amen. God will judge church. Then the church wanna show true church to the world. Amen. ですから私たちは、裁かれないようにしましょう。ね。Let's don't be judged as a false church. 私たちは本当の教会として裁かれましょう。ね。Let's be judged as a true church。 ですから、ここに書いてあるのはですね、教会でさえ裁かれるから、神を信じない人たちはどうなっちゃうんでしょうかって書いてあるわけですね。This scripture said God will judge churchThen how happen in non-believers? 教会でも裁かれるなら、神を信じない人たちはどうなっちゃうのかということですね。This verse said, God will judge church. Then how serious God will judge unbelievers?アメン。ですから私たちは、今、信仰をですね、純粋にする必要があるんです。 Then all Christians have to be pure believing pure faith。 アメン。私たちは、この私たちはイエス様によって罪が許されたんですから、もはや罪の中で生きてはいけません。We are saved, saved by blood of Jesus from sin. We should not live in sin. Amen. Amen.
私たち罪から離れる必要があるんです。We have to separate from sin of this world. ヨハネ、第一ヨハネではですね、こうヨハネが言いました。この世とこの世のものを愛してはいけないと言いましたね。John said in 1 John, Don't love the world and things in the world. Amen? Don't love.クリスチャンは、この世を愛さないのですね。クリスチャン don't love this world. アメン。この世はですね、罪に汚れているのです。This world is dirty of sin by sin.で私たちは、この世からこのねこの世から、取られて清くされたものですね。We are holy because we are put from the world, put out from the world. Then cleansed. We are cleansed by the blood of Jesus.ですから私たちは清さを保つこととさらに清くなることを追い求める必要があります。 We have to keep our holiness and become more holy. Amen. Amen. ですから私たちは私たちの信仰、学んだ信仰にとどまり、またさらにですね、それを充実させていくことができます。We are able to keep our faith and we are able to be matured. Matured. Amen? Amen. Not like child. We have to become the mature Christian.アダルトクリスチャン。エメン。そして神様はそのですね、私たちがどれほど、忠実に歩んでいるかどうかを裁くのですね。God will judge whether we are faithful or not. 神様に対して誠実かどうか。誠実に歩んでいるかどうか、いい加減かどうかということを裁かれてしまうんですね。We will be judged whether we are honest, we are faithful or not. Amen. ですから兄弟姉妹の皆さん、しっかりと信仰にとどまって、忠実に歩もうではないでしょうか。Brothers and sisters, let's、be steady in faith and let's go ahead with strength. Amen. Amen. 私たちはもう十分学びました、ね、We are taught enough. Amen. We are taught enough.ですから、それを学んだことを実行すればいいのです。Then we have to do things we are taught. We have many scriptures. We have many teachings of Jesus already. Amen. Brothers and sisters, let's be matured. Let's be matured. Amen.そして世の光になりましょう。Let's become the light of the world. 私たちは世の中のリーダーになる必要があります。We should become the leaders of the world. 人々の、模範になる必要がありますね。We have to become the example of the world.
example of the people. Amen. 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 そしていろいろなサタンの問題に打ち勝つ必要があります。We have to overcome many problems by Satan. 私たちは信仰によってサタンに打ち勝つことができます。We can overcome to Satan by faith. ぜひ皆さんですね、信仰によってしっかり立ってサタンに打ち勝ち、一緒に励まし合っていこうではないでしょうか。Let's be steady and stand fast and encourage each other. Amen. 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 Praise the Lord. 主を褒めよ。Praise the Lord. 主を褒めよ。私マスクした。ごめんなさい。ちょっと僕してるから。あ、本当。Praise the Lord. 主を褒めよ。It's been a while. It has been a while for me to be here. Why? While, like. Why? しばらくぶりです。So, first, let me thank our listeners. リスナーの皆さん、感謝します。Thank the Lord. 主に感謝します。And also thank our followers.そして、クリスチャンに感謝します。For this couple of months, この2ヶ月、so many dramatic events has happened in Japan. 日本で、劇的な出来事がありました。Of course.We have to thank God again that the corona situation is getting under control. そのコロナが良くなってきたことを感謝します。That's number one we have to thank God. これを本当に一番に神様に感謝するべきことですよね。Because people think is the power of a human. This is not the power of human. This is the power of God.多くの人は人間の力でなったと思ってるかもしれませんけど、そうじゃなくて神の力でこうなったんです。This is the truth. これは本当です。Nothing but the truth. Nothing but the truth.、Mm. This is the truth and is the truth. これが本当の真実です。Mm. Last year, it's barely one year, I said here.I was standing here on the same platform and I told people that when God wants to solve a situation, first He gave you the situation, then He brings the problem solver. So, what problem solver? 解決できる人。まず、solver。まずproblem があって、解決できる人。Problem は、あれですよね。まず目を覚めるため。あとはproblem solverはこれ。神様はこの1年、問題を与えて、それから、解決されます。But God never gave us a problem because He loves His children. 神様は愛する人たちに問題を与える？与えないですね。与えない。愛する人たちに問題を与えません。But sometimes. 時々。For the children of God, 神の子供たちは、to open up their eyes, 目を開いて、sometimes situation like this happen. 何が起きているかを見る必要があります。It's just an eye opener. It's an eye opener for the children of God. 目を開くということですね。So these two years.Of I call it the dark side of the world. The dark side of the world. この2年はですね、闇側の2年だったと思います。It's a very serious dark side because I personally lost my good friends.
私もあの個人的な友達を失いました。I lost about 3-4 friends I know. 3人4人の友達を亡くしました。Some died because of the corona, some died because of the effect of the corona. まあコロナで死んだり、コロナの影響で死にました。So, really, so. 本当に本当なんです。It was a very dark year for. もうそれは本当に私にとっては辛い時でした。But there is a happiness. しかし、幸せでもあります。The happy side is.It gave me the time for the sober reflection. Sober reflection. Sober reflection. It gave me the time for me to think of my own life. まあ私のまあいい面という意味では私の個人的にはいい面があります。And the same thing with the listeners. It gives you the time to think about your life. どうぞ皆さんの皆さんのまあこの2年間どうだったか考えてみてください。Because of this.It also gives you the time to ask yourself the questions is that when you depart this world, where do you end up? When you depart from this world, where is your soul is going to go? 皆さん自分でちょっと聞いてみてください。もし皆さんが死んでこの世から離れるとき、どこに行くと思いますか？It's a big question. これは大きなあの質問ですね。Of course, we know that we all live by the spirit. 私たちはまあ霊によっても生きます。But the very moment the spirit depart away from the body, then you have a dead body and the spirit separated.私たちはですね、死ぬとですね、霊が体から離れると信じています。So, that is why we ask the question, so where is your spirit gonna go? で、その体は死ぬわけですけど、体から離れた、まあ、魂、霊は一体どこに行くんでしょう？ Of course, the spirit is going to go to the creator.この死んだ霊は創造主のところに行くんです。So, now the question is, 質問は What happened to my spirit? 私の霊は、何が起きるんでしょう It's a very big question. もうとても大きな質問です。And the only answer to that question is the Bible. その答えは聖書にしか書いてません。Other gods cannot give you an answer to that. Only Bible can give you an answer to what happened to your soul. そのことは他の本には書いてないんです。No, I don't. Other gods. Other idols also cannot give answer to that question. Only Bible can give answer to that question. その答えはですね、偶像とか他の神は答えてないんです。聖書だけが答えてるんです。Because he says that.When you do good on earth and you live well on earth, your soul will have an eternal happy life or eternal living, meaning that your soul will have a peace of mind, and your soul will have joy, and your soul will have an eternal peace forever. 聖書では、まあ、この地上で、まあ、正しく生きるなら、正しく生きるなら死んだ後幸せになって、永遠に生きることができます。Amen. So, today, I'm trying to, my message today, I'm trying to bridge what has been happening these past 2 years and what has been dramatically happening in Japan these past 2 months. 今日ですね、この、まあ、2年または2ヶ月の時に劇的なことが日本に起きたということを話したいです。So, please, Japan, these past months in Japan, things have not been stable politically. まあこの 2ヶ月は、まあ、政治的な大きな変化がありました。And the truth is,Japan is not a stable country for now. この日本は今ですね、安定した国ではなくなりました。
ではないですね。今安定した国ではない。Because the political situation is not stable. その政治的には不安定です。So, all we have to pray. We have to pray for the leaders of this country. 私たちは日本のリーダーのために祈らなきゃいけません。We have to pray for them because they seem to have lost their direction. 日本のリーダーは今ですね、方向性を失っているのではないかと思われます。But that's what I believe because it's this past 2 months and coupled with the past leaders that are becoming, it's by history.By records, I think Japan has one of the most disappointing leaders who come into government 6 months they quit, 8 months they quit, 1 year they quit. It's really not good for the country. 日本の、まあ過去を見ると、もうリーダーがですね、すぐに変わる、首相がすぐに変わるような非常にですね、安定しない国だったんですね。People don't.A lot of people don't know the implications of this. Implication? Yeah. Implications means that when the leader is up and down, it affects the economy, it also affects the psychology of the people, it affects all the general system of every country, of the country. So, まああの日本のリーダーたちはですね、まあ、政治的にもいろんな、そのことによってですね、非常に不安定な政治をしてきました。But for many Japanese, they all think because I have a job, everything is fine. But I don't think it's fine. 日本人は仕事があるけど、それでいいわけではない。Yeah, that's what I think. Because with this type of leadership,for me, it calls for a lot of concern and worries. Lot of concern. Concern and worries. まああの私が言うには結局仕事があっても日本のリーダーがとてもいろんな問題があるということですね。Because anyway, his interpretation is a little bit difficult because it's a political terms. But my expression is.We have to pray for the Japanese leaders. まあちょっと政治的なことで通訳者が困っていますが、私が言いたいのは、日本のリーダーのために飲んなきゃいけないということを言いたいのです。So that they can make the right decision. So they could make the right decision. あ、それでですね、あの彼らが正しい判断ができるように祈りましょう。Because a stable Japan is good for the rest of the world.で日本の安定は世界のためにもなるんです。A stable Japan is good for the whole of people in the world. 日本の安定は世界の人たちの益となるんです。Japan has been a very, very good model for a modern society and for peace, loving and kindness.日本はですね、近代的な社会、平安とか、思いやりとか、まあ、そういう世界のモデルになってるんです。But when you start having leaders like this, when you have leaders that this, when you have this type of leaders, we have been having this past 6-7 years.It tells you that is a problem. しかし私たちは問題のあるリーダーだったんですね。過去を見ると、もう本当に問題のあるリーダーばかりでした。違った。When you have leaders, in the situation in Japan today, it tells you that something is wrong with the leadership. 今現代の日本のリーダーは間違った、判断をしています。So when you have when the leadership is in a very bad position, it also affect the citizens, and also affect the economy. It affect the generality of the country. このそのリーダーが悪い状況だと国民にも悪いし経済にも悪いし様々なことに悪い影響があります。So we have as a Christian, we have to pray that we. The leaders can get their self right and get everything in order.
so that they can have a good system. 私たちクリスチャンですから、私たちは祈ることができます。彼らのために祈って、彼らが正しい判断、正しい認識を持てるように祈りましょう。Praise the Lord. 主を褒めよう。Praise the Lord. 主を褒めよう。Last three days or four days, we had a very terrible earthquake in Tokyo. 数日前に東京で大きな地震がありました。So we also have to pray that such a earthquake will not, we should not have such an earthquake in Tokyo again because that last one was heavy, was very, very heavy one. まあ地震がですね、起きないように祈ることも大事です。Because if I can imagine, if I can imagine Tokyo having an earthquake, it's going to be so disastrous.それはもし東京にですね大地震があったらとんでもないことになるからですね。So my prayer is God should please use His power and for that not to happen. 神様はその祈りによってその地震が起きることを止めることをするでしょう。止めます。God has the power. 神はその地震を止める力はもちろんあります。God has the power.神に力があります。And with our prayer together, God can do it. そうできるように、神様をそうするように祈りましょう。Praise the Lord. 主を褒めよう。So this morning, so let's get our heads together. 今日は一緒になって。And pray together. 一緒に祈って。Pray for Japan. 日本のために祈って。And so Japan can get the right leaders in the right place. 日本のリーダーが正しくなるように。And also pray that we do not have to experience a terrible earthquake in this country. そして大地震がないように祈りましょう。And finally, 最後に、we also pray for brothers and sisters that need God help. 神様の助けを必要としている兄弟姉妹のために祈ります。For health, for health, good health. 健康の問題。For financial help.経済的な問題、spiritual help、霊的な問題、and for family help、家族の問題。So brothers and sisters, let's join our hands together this morning。まあ一緒に祈ろうではないですか。The first thing we thank the Lord。まず感謝しましょう。When we thank the Lord, then we say our prayer to the Lord。感謝してお祈りしましょう。So brothers and sisters, bow down your heads and let's pray。頭を下げて一緒に祈りましょう。Father, in your name, I pray this morning。天のお父様に、感謝します。We thank you so much for the love and affections you've given to your children. あなたが、本当のあなたの愛を本当に感謝します。Marvelous God, this morning we thank you. Marvelous. 驚くべき神様感謝します。Father, we are here this morning on behalf of this country. 私たちはこの国のために今集まっています。We pray that today, 今日祈ります。That with your power and your mercy, 憐れみの力、you should be able to control and choose the right leaders for Japan. あなたはこの国の良いリーダー、正しいリーダーを選ぶ力があります。Because a stable Japan is a stable country. I mean a stable earth. 日本の安定は世界の安定になるからです。When Japan is not stable, Asia is not stable. 日本が安定しなければアジアも安定しません。Europeans is not going to be stable. ヨーロッパも安定しません。Africa is not going to be stable. アフリカも安定しません。South America will never be stable. 南アメリカも安定しません。So God, we're looking up to you to get the right leader into the right position in this country. ですからこの国に正しいリーダーを置いてください。Leadership is not by the human power. Leadership is by God's power. この政治リーダーの指導力というのは人間の力ではなく神の力が必要です。Because you can see with your eyes, because you cannot control with your emotion. You can see it with your eyes, but you cannot do nothing about it. That is leaders. ぜひその感情的な目ではなくて。正しい目でリーダーを見てください。Amen. Amen. Father, this morning we thank you again. 今朝本当に主を感謝します。Amen. 3 days before now, 3 days ago, there was an earthquake in this country. 3日前に、
大地震がありましたけど、 That was a wake up call for the children of God to start praying hard. その神の子供たちを起こし祈るようにさせてください。 God told, God said, children of God, wake up and pray because there is an earthquake on the way. どうぞ神の子供たちに起きて祈れと言ってください。 That is why today we are here. We are praying that the earthquake never happen again.もう大地震が起きないように私たちは祈れます。We rebuke any earthquake that will happen in this country. この国に起きる地震をに叱ることができます。We rebuke it in the name of the Lord Jesus. イエス・キリストの名によって大地震に、叱る。We rebuke it. 大地震を叱る。We rebuke it. 大地震に向かって叱る。Father, we thank you. ありがとうございます。Father, we thank you.ありがとうございます。Father, brothers and sisters that are lucky to be here this morning, we pray that whatever the problem that they have this morning, Father, hear their pains. We want you to listen to their heart. ぜひ心から聞いてください。Father, if anyone here among your children that is looking for financial help, Father, we want you to help that person.まあ兄弟姉妹の中で経済的に苦しい人がいたら助けてください。Father, if anyone here among your children that are sick and they have nowhere to turn to, but they are turning to you this morning for help, Father, listen to their heart and help them. イエス様、どうぞ兄弟姉妹の中に、病気の人がいたらぜひその病気の兄弟姉妹の祈りを聞いてください。The children of God. 神の子供たち。The pain that you have in your heart, or the pain, or any sickness that you have with you this morning, Father, I want you to touch that place. Put your hands on that place and say, Lord, I love you. その、兄弟姉妹の中で痛みを持っている人たち、そこに手を当てて、イエス様、おっしゃってください。私はあなたを愛している。So that God can heal that pain this morning.そして神様が主が痛みを癒してください。We have a lovable God. We have a kind God. Our God is very kind, and He will heal your pain. He will heal your pain. 神様は愛で優しい方で、あなたは痛みを癒す方です。Father, we thank you again. 本当に感謝します。Brothers and sisters that have the family is in trouble this morning. 兄弟姉妹の皆さん、家庭に問題がある人は。You having a problem with your wife? 奥さんと問題がある人は? Or you having a problem with your daughters and son? 娘や息子と問題がある人は? Or you having a problem with your friends? 友達と問題がある人は? That is the evil work. それは悪魔の働きです。Father, we're going to break that bird this morning. それらを打ち破ってください。We're going to break that bird. We break that bond in the name of Jesus. それらを縛ります。We break their bond in the name of Jesus.問題を壊します。Father, let there be unity in the house. 家に一致がありますよ。Let there be unity in the friendship. その友達との関係で一致があります。Let there be unity in the brotherhood. 友情に一致がありますよ。Father, the overall of all, we ask you for your forgiveness.そして、すべてのことを許してください。We know that with your forgiveness, we can be accepted into your kingdom. その許しは、神の国で受け入れられます。You know, Lord, as a children of yours, we are the children, and at the end, we are above no mistakes. As a children of God, we make mistakes. 神の子供ですけど、私たちは失敗をするものです。You see, Lord, you know that. You know that as a human we make mistakes. あなたは私たちが弱い人間で間違いを起こすことをご存知です。But that is why you are kind to us. Like as a father, you are so kind. でもあなたはとても優しくて親切な神様ですから。And you said one thing. 一つのことをおっしゃいました。You said, come to me, my son. 私のところに来なさい、子よ。And open up your mind for your forgiveness. あなた、when you confess your sin to me,
罪を悔い改めて許しを乞いなさい。And you said you will be, we will be forgiven. そしたらば、許そう。Today, Lord, your children is here before you. ですから、子供たちを主の前に来て。We ask for your forgiveness, Lord. 許しを乞いましょう。We've committed so many sins. We've committed so much atrocities. We ask for your sins, Lord. 私たちは罪を犯し、間違いを犯しますけど、許されます。So that the light of the word will shine on us this morning and darkness out of our life. そして、私たちは世の光としてこの、闇の世界で輝きましょう。As the children of God, today's Sundays, we have been lighting up with your candles, with your light, and we are going out there to lighten up the world with your light that you put in us. 私たちは私たちの中に光を持っているので、私たちは、この世を照らすことができます。Father, we thank you. ありがとうございます。Father, we thank you. ありがとうございます。Bless you, Lord. 皆さんを祝福します。In Jesus' name we pray. イエス様の御名によってお祈りします。Amen. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen.生産式はですね、イエス様の、十字架の死を、告げ知らせるとも書いてありますね。The Lord, the Holy, the covenant is also part of a... Can you... 生産式というのは、十字架のイエス様の死を述べ伝えるためだとも書いてあります。The covenant or the Holy Communion is an expression, It's an expression of the spread on how it's an expression or to preach the cross. なぜかというと、このパンは十字架で裂かれているイエス様の肉を表し。Because this bread symbolizes the flesh that was crucified on the cross.そしてブドウジュースは、イエス様の十字架で流された血を表すからです。And at the same time, the grape juice also signifies the blood that was shed on the cross. 私たちは十字架によって救われたんです。So because we were saved by the cross. ですから生産式をすることによって十字架をこのように、示しているのです。So that is the reason why, with the covenant, with the Holy Communion, call it Holy Communion, the covenant, it's a way to spread the gospel or spread the cross across the earth. 私たちは十字架によって裁きから逃れるのです。And with the help of the cross, we can escape danger. Redemption. Redemption.天のお父様、Father, 私たちが救われたのは自分の良さではないです。Lord, we were not saved by our power. 私たちが救われたのは十字架の御業です。We were saved by the, the work of the, by the work of the Holy Cross.ですから十字架をに感謝し十字架を崇めます。So because of this, we thank the cross and we also praise the cross and at the same time we also appreciate the cross. イエス様の血によって裁きから免れます。With the help of the blood of Jesus, we were able to we can able to escape redemption.ですから、その救いに預かる救いにふさわしい、生き方ができるようにしてください。So that we can, uh, uh, the, we can
we can deceive you. Praise the Lord. The Savior. So we can follow the footstep of the Savior. We also praise worship. We are proud of. We are proud of the Lord, and we are also proud of the Holy Cross. そして大胆に大胆に、十字架を、述べ伝えます。So, in retrospect, we are here to spread the Holy Cross. 恐れないで。So that don't be afraid. 怖がらないで。Don't be scared. イエス様を述べ伝えさせてください。So please tell the rest of the world everything about the Lord. この十字架によって人が救われるで救われます。Tell the rest of the world with the help of the cross, the Savior is born and people will be saved. 日本はいい国かもしれないですけど。But Japan could be a nice country. 一番大事なものがありません。But there's nothing that is 一番大事なものがありません。But Japan could be a nice country, but there is nothing that is important. If that is number one important thing, is not here. Yes, I'm this.The only important thing is God. 日本にはイエス様が必要です。Because Japan needs God. 私たちが、伝えたいのです。That is what we want to tell the rest of the world. イエス様の皆によってお祈りします。We pray for this in Jesus' name. We pray. Amen. 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 パンを食べ、ジュースを飲むということは、イエス様を受け入れるということですね。When you break the bread and eat the bread and take the juice, it means you accept the Lord into your life. それは信仰告白でもあります。Mm. It's the same thing as accepting the whole, accepting the faith. Accept the Lord and the cross. Accept the Lord and the cross. Praise the Lord.そして、罪が許されることを信じることでもあります。Mm. It means that at the same time that you have been forgiven, it's to believe that you have forgiven, your sins have been forgiven. 全ての人にとって一番大事なことだということを証ししています。Because it's a lot of people says, this is, many people have said that the most important thing in life, they give testimony that this is the most important thing in their life.天のお父様、感謝します。Father, we thank you as the children of God. 私たちはイエス様に、探し出されて、救われました。Today, the Lord has found me and I have received. なんと幸いでしょうか。Happy. What? How happy? What how happy I am?イエス様を持つことほど幸せなことはありません。There's nothing that can be more than having. There's nothing that can be more than the joy of having Jesus in my life. イエス様と共に生きることこそ生きること以上の幸せはありません。There is nothing more than the joy that I experience when I'm walking in one in one with the Lord.イエス様は素晴らしい方です。Because the Lord is a very, very wonderful Lord. 素晴らしい方です。Amen. The Lord is a wonderful Lord. 全ての人が知るべきです。That is why everyone of us must get to know him. クリスチャンが証しをして、Amen. Every Christian will testify. イエス様を信じることがどれほど幸せかを表すことができますよ。So that every Christian will testify that
testify to the rest of the world that, how deep that they know him. 多くの人に希望を伝えることができますよ。So that a lot of people will, will also testify, will also be hopeful. 多くの人は、苦しんでいます。People ですよね。Praise the Lord. Too many 苦しんでますよ。A lot of people today are going through pain. 彼らにはイエス様が必要です。They need the Lord in their life. イエス様、兄弟姉妹を強めて明かしさせてください。For that Lord, brothers and sisters, get them to be strong so that they can have the reason to testify in your name. 闇が明るくなります。So that, Amen. 世界。So that the whole world will be lighting up with your glory. クリスチャンを輝かしてください。Father Lord, shine a light on the children of God.Amen. Amen. 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 Amen.多くの人は、コロナが終わっても、希望がなく苦しんでます。For so many people today, even though the corona situation is going to be over or is over, but they are still going through a lot of pains. 兄弟姉妹、私たちは希望に満ちています。So brothers and sisters, let's be hopeful. Hopeful. 希望に満ちてます。So brothers and sisters, let's be hopeful.アメン。アメン。スマイル。アメン。スマイル。アメン。だって私たちがスマイルしなきゃどうやって希望を伝えられるんですか。アメン。スマイル。アメン。出番。アメン。アメン。ありがとう。